インサラー県はアルジェリアの県の一つ。県とはインサラー。国の中央部に位置し、北をエルメニア県とワルグラ県、東をイリジュ県、南をタマンラセット県、西をアドラール県と接する。58ある県の中では比較的広大な面積を持つが、全域がサハラ砂漠にあるため人口は非常に少ない。面積は 約14万平方キロメートル、人口は約5万人。2015年5月27日に、タマンラセット県の準県として設置され、2019年12月5日に、単独の県へ昇格した。タマンラセット県時代の自治体の1、2群と3、自治体を管轄する。番号は地図に対応している。ABC、アルジエリア、アドミニストレーティブディビジョン。 シティ・ポピュレーションで2020年8月10日閲覧2015ジャーナルオフィシエルで LA レピュブリーク・アルジェリエン N292020 年8月10日閲覧コンセイユ・デラネーションアダプションジュ・プロジェット・デローイ・レラティブ・ア・エル・オーガニゼーション・テリトリアル・ジュ・ペイズアルジェリー・プレス・サービス2020年8月10日閲覧ありがとうございます